はい、こんにちは。で、今日はちょっと見せたいサンプルなんですけど、HTML と CSS とちょっと JavaScript でちっちゃいサンプルページを作りました。で、まあ実はこのページがほとんどデータの形によって、まあ例えば親、子供、孫っていうデータストラクチャーがあって、で、そっちの方の固有レイアウトで CSS でフレックスレイアウトなんで作ってみました。で、その上に選択機能を JavaScript でそれぞれの子供をクリックすると 例えば真ん中のレベルでクリックすると子供を選択されて、で、逆に、まあ、ここまでまだできてないです。だけどそれが次のビデオで作りながら説明したいと思うんで、とりあえず今までのここのテストサンプルが親から選択が子供まで、子供の孫も全部選択できるようになりました。まあこれだけの説明なんですけど、それがちょっと作り方をこのビデオで説明して、で、今コメントしますけど、別ビデオがこのサンプル自身、HTML、JavaScript、CSS のどうやって作ったか、別ビデオがあります。それが後でまあ、ディスクリプションに入れるか、ちっちゃいカードの方に出るようにするか、興味がある方、見てください。実はコメントがないのビデオなんですけど、ちょっとテキストに画面にコメントを入れたんで、で、ちょっとつまらないところをスピードアップして、そうすると、あ、そういうふうに作ってるんだって、まあ、あまりまだ、まあ、プロになってないとか、勉強始まったの方には、もうちょっと HTML と JavaScript ってどういうものだろうなって、どんどん分かりやすいようになるんじゃないかなと思って、そっちの方が参考になると思います。で、この作り方が、結果がどうになりますか、もうちょっと、まあ、詳しく説明したいと思います。まあ、ほとんど使っているのは HTML の中で、jQuery の一つ、最新バージョン使って、で、自分の JavaScript と自分の CSS を リンクする。で、このページの中に実は、これを、この形見ると、ほとんどテーブル形式、考えられると思うんですけど、結構 HTML がそのレイアウトだとめんどくさいんですよね、作り方は。で、もうちょっと作りやすいように、実はこれが UL と LI タグだけです。はい。だから例えばね、インスペクトして F10 にね、Web Developer Tool の、こっちの方が下に置いとこうか。あ、下には、あ、うん。下には顔があるから、とりあえず我慢しましょう。横にしましょう。で、この感じにします。What's new はどうでもいい。だから、どのツールとか見ながら、このページを作ったかね、別ビデオ後で見ていただいて、とりあえず今これね、UL と LI がこういう形になります。それぞれのテキストの入ってるところが別 div タグの、今、コンテンツが box っていうクラス名の div タグです。で、その子供は ul タグの中に別 li 入ってて、で、それも、それぞれも、本人が div のクラス box で設定されて、で、また子供がいれば ul タグと li それぞれの子供入ります。で、li の子供には、まあ、その2段階だから孫ですね。孫には、クラスボックスのそのまま、コンテンツしかありません。はい。で、この CSS が実は外せば LI のディスプレイフレックスがオフしてみましょう。そうすると普通のリストです。で、実は UL も見るとリストスタイルなの外せば、あとでマージンもかな？リッパディング？あと一つ残ってるみたい。UL がディスプレイブロック。
UL がともかく LI は、このナビゲーターもしかしておかしい？ボックスの方は特にバディがあって、ウィッツがあって、これは関係ないもんね。一つのバディマーチンがリセットしてるなんで、多分これいらないよね。なんか残ってます。バディもゼロかな？これか。これか。そうすると、まあ、リストに見えるんですね。で、実はフレックスだけ設定すると、ちゃんと別表示、結構難しい表示で、までになります。で、仕組みは実は変わらないんですよ。JavaScript でこれの2つ選択できるし、親選択すると子供も選択できるし、そこまで JavaScript できてて、で、まあ、この CSS がこれからちょっと説明して、で、後で JavaScript 見せたいと思います。だから、こっちの方をもう一回リセットしましょう。リロードして、で、どうやってこの形 になったっていうのは、まあ、大切なところは確かに、まあ、真ん中の方でも見ると、まあ、このディスプレイ、まあ、この div の .box、クラス名 box っていうものが、これは大事。なぜそういうと、width が必要ですね。width がなければ、まあ、ちょっと狭い形になりまして、だから、ちょっといろいろのイレギュラーの幅を設定したい場合は、まあ、1段階のボックスのボックス1、ボックスとボックス1、別クラス2つ設定して、で、これがボックスボックス2、これがボックスボックス3とか、そうするとバラバラの幅の設定ができます。で、実は、ヒントがほとんど UL の方は、まあ、リストの頭に丸出るやつ、ドットドット出るやつが、これがリストスタイルのにすると、まあ、文字、ちっちゃいドットの方が消えちゃう。実はまあ、今見えないんですよね。外しても。なぜそう言うと、マージンパディングがゼロ、全部リセットされてるので。ね、そうすると、ちょっとパディングとマージンが、ちょっと UL ごとに、左のパディングレフトがいつもあるので、それがちょっと影響になります。だから全部大体そういう違うレイアウトを使おうとして、ちゃんとリセット、マージンとパディングリセットしないといけない。で、LI の方は、こっちの難しいところっていうか、ディスプレイフレックスします。で、LI っていうのは、じゃあ、子供のレベルからディスプレイフレックスになります。で、多分、これいらないよね。フレックスディレクションが、まあ、横に行きます。だから、コース1の中にある UL がすでにコース1もすでに LI の中になんで、だからこの LI と隣の LI がもうすでに行の風に並んでいます。はい。で、これがその設定ですね。まあ、コロンすると全部逆になるんだけどね。コロンすると普通の流れになりそうですね。コロンがこうで並べてます。で、ローすると横で並んでるから、そうするとやりたいことがこうです。だからコース、レッスン、ユニットが ULLI、ULLI、ULLI になります。それがとても素晴らしい便利なフレックスなことです。ね、親の高さも子供に合わせているから、これはとても自由に HTML に作りやすいレイアウトになります。CSS はほとんどここまでですね。これしかないんですよ。難しいことしてないので、CSS 見せようとすると、これ CSS ではありません。あれ？ CSS だよ。これ。これね、これだけ。で、色が、クリックとクリックじゃないステータスというか、この2つクラス名だけ選んで、で、それだけなんです。これがもう大丈夫だね。で、これが JavaScript です。これだけです。子供を選択して、親から孫までのどんなレベルあっても、全部選択する JavaScript ですね。今は、まあ、やりたかった仕組みに、
この作り方がまだ合わないんですけど、簡単にすると、まあ最初にそれぞれのボックスのアクションをボックスクリックっていうフォンクションに送ります。でこのフォンクションが受け取るパラメーターが、ここに悪いんですけど、普通にはちゃんとね、フォンクションの頭にちゃんとパラメーターの形式とかフォンクションの説明とかちゃんと入れないといけない、ちょっと急いで作ったものなので、でこのイベントターゲットっていうのは、まあクリックしたのターゲットをここに送ります。でドットボックスっていうのは、ドットボックスが、まあテキストの入ってる DVL コンテナーですね、このエリアの中で、それがドットボックスになります。こっちの方のクリックのイベントがここに渡します。そうするとクリックのイベントから このフォンクションに入ります。でここのボックスのターゲットがクリックしたものをパラメーターになります。で isSelected っていうのは、まあフラグ作りたくて、このボックスがもうすでに選択されたかどうか、まあ CSS でクリックしたら Selected っていうクラス名、こっちのクラス名、ここを設定します。だからすでにこのフォンクション入るとクリックしました、クリックしましたが、すでに Selected 設定されているかどうか判断で、これがはいかいいえしかなりません。だからすでにこのフォンクション入ると Selected がクラス名が設定されたら、これがはいになります。まあ True ですね、ブレーンだから。で Selected だったら、じゃあ外す、もう選択されてたものをもう一回クリックすると外しますので、だからこっちにセレクティドされたら、選択されたら、もうこのセレクティドクラスもいらないから、リムーブクラスをかけます。で、それがそのボックスのオブジェクトにかけます。そうすると、このボックスオブジェクト自身、まあ、オフだったらオンになって、オンだったらオフになります。ここに簡単ですね。セレクティドだったらリムーブクラス。じゃなければ、アードクラス。それだけ。まあ実はこれから後で説明というか別ビデオでこの処理をもうちょっと細かく作りたいんですけど、違う仕組みでここの代わりになりたいと思います、にしたいと思います。でここにここにも間違ったし、この children っていうのは、まあクリックしたボックスの子供を探すんです。で、こっちの方が一番苦労してたんですよ。まあ、後でディスクリプションに置いとく、このページを作ったビデオ、もし興味があれば見ていただければ、こっちの部分、探すのはちょっと苦労しました。これも正直あまり好きではないんですけど、多分これが UL、矢印 LI で一塊で書けるかなって思うんですけど、両方書いた時に親から子供まで選択されて、でこっちの方がイベントが2回走って、だから選択されてで外されたんですよ。すぐこれクリックするとね、これがここまで 2度フォンクションが走っててオンオフになってたんです。これが1回だけクリックするとオンになってほしいから、まあいろいろ調べながらこっちの形でちゃんと動きましたので、とりあえずそのまま置いときます。次のビデオにはもしかしてこの部分が変わると思います。でそれぞれの見つけた子供、だから何子供っていうのは、まあ親に戻って UL のレベルの中にある LI だから、これねボックスをクリックするんですよね。だからボックスがこれです。ここにクリックして、親が UL。で、children が UL。で、この UL の children が LI たちを調べます。だから、自分の親 LI タグの子供 UL タグの子供 LI。っていう同じ、まあ、HTML 順で子供を探す。で子供を探して、それぞれの each っていうメソッドがあって、これがね children っていうこの結果、このメソッドの結果が jQuery の
オブジェクトなので、だからこの each 使います。children っていうのは jQuery のオブジェクトの each メソッドに、こっちの children にこの each のメソッドを使う。で、パラメータが index と child があって、まあ、これがね、子供の順番、番号1、2、3になります。で、child がオブジェクト自身。で、このオブジェクトが、box が持ってるかどうか。だから、こっちの中に、child の中に box があるか、ゲットします。で、box が、まあ、undefined になるかになる可能性があるから、これが条件に入れて、box があれば、じゃあ、クリックのアクションをさせましょう。こっちの周りが後でやりたいことによって、こっちの行が合わないんですよ。こっちの仕組みがあるから。だからその時別フォンクションにして、で、こっちの方が子供を親と同じ設定しないといけない。親外したら子供たちを外す。親を選択したら子供も選択しないといけない。今はみんな自由に、オン・オフが自分のステータスから反対になるんで、ね。これすると、このユニット3は、これクリックすると反対になります。で、それがやりたいことじゃないので、それが後で別ビデオでその直し方を見せたいと思います。だけど、まあ、今までのできた形は、まあ、このコードだけ、これだけで、こういう選択システムが、まあ、ちょっと半端だけど、半分ぐらいできてます。ここにも、ね、ここにもちゃんと入れよう。なんかあったかな。そうそうそう。で、ボックスクリックがなんていうもの？ボックスクリック、多分発行、まあボックスクリックハンドラーにしましょう。ちょっととりあえず英語で書きますけど、で、これがボックスって何？HTML ノードですよね。HTML ノード。そうするとちょっと分かりやすいかな。まあその感じ。とりあえずそこまでです。で、別フォンクション、このフォンクションの続き作ろうとしたら、また後で別ビデオアップしますので、まあ、興味があればまた次のビデオも見てください。とりあえずこっちの形まで作ったビデオがディスクリプションにリンク入れるので、まあ興味があれば見てください。はい。ありがとうございました。